でメンバーになってね、ありがとうございます。奈良ちゃん、奈良ちゃんっていつもすごいさ、たくさん褒めてくれる奈良ちゃん、奈良ちゃんありがとう、嬉しい、そう言ってくれて。遅いぐらい、じゃあこれからも常連で入れるように頑張ります。奈良ちゃんこれからもたくさん褒めてね、レミのことありがとう奈良ちゃん、また会いに来てね、ありがとう。よろしく。続いて、ちょっと待って、画角がまっすぐかな。じゃあ続いて、復刻海奥さん、ありがとうございます。初選抜おめでとうございます。ありがとうございます。でも実は最近めちゃくちゃ金欠なので逃げ足になりたいんですけど、誰かどうか分かりません、どうしたらいいんだろう。金欠なら、でもお金抜きが全てじゃないんですよ。なので気持ちがあったら全然大丈夫です。なのでレミ推しになって、ぜひレミのことを好きでいてください。そう、金欠でも全然さ大丈夫だよ、そこは心配しないで。回復、あ違う、復刻海奥さん、ありがとうございます。これからじゃ あのレミ推しでよろしくお願いします。たくさん仲良くなろうね、これからもっと。復刻海奥さん、すごい四字熟語多い、ありがとう。またレミ推しで会おうね、ありがとう。続いて柏木智樹さん、ありがとう。レミタン選抜おめでとう。ありがとう。レミタンがリミステで参加するのを心待ちにしていたので今回とても嬉しいです。新曲何回もリピートするね、ありがとう柏木智樹さん、いつもありがとうね、嬉しい。たくさん会いにオンラインでね会いに来てくれて、柏木さん、柏木智樹さんありがとう、嬉しい。リミスタ心待ちにしてくれた、やっとリミスタで柏木さんのお名前かけてとっても嬉しいです。これからもたくさん会いに来てください、これからもよろしくね柏木さん、ありがとう。続いてダビドさん、ダビドさんって読むのかな、イギリスのロンドンから来ました、横浜の、あ覚えてるよ、イギリスから来ましたって方、ダビドさん、デイビッドさん、え覚えてる、めっちゃ印象的だよ、イギリスから来ましたってさ言ってくれた方だよね、え覚えてる、嬉しい。こうしてミスタも応募してくれてありがとう、デイビッドさんありがとう。また握手会、イギリス遠いかもしれないけど心の距離は近いんでたくさん会いに来てくださいありがとう、デイビッドさんありがとう。これからイギリス行きたい、レインもロンドン。続いて、あ、みやびさん、レミちゃん選抜おめでとう、今まで以上に見てでも活躍するレミちゃんのこと楽しみでしかない、ありがとう、嬉しい。みやびさん嬉しい、いつもありがとう。なんかさ、たくさんサインをみやびさんがオンラインの時に後ろに貼ってくれて嬉しい、それがとってもみやびさんありがとう。これからもたくさん会いに来てください、いつもありがとうね、サイン貼ってくれたりね、絵が好きなんだよね、そういう絵が、いつもありがとうね、これからもよろしくみやびさん、また会いに来てね、約束ありがとう。続いて、ゆすいたくやさん、ありがとう。さっきも一部でも来てくれたよね、え本当に何者ですかメッセージないくやさん、会ったことあるかな、ゆすいたくやさん、ありがとうございます。一部二部両方とも来てくれて嬉しい、とっても。これからたくさん会いに来てください、リミスタだけ会ったことある、安井拓也さん、会いたい、名前と顔一致させたいので会いに来てください、ありがとうね。一部も二部もぜひサインを大事にしてください、サインを大事にしてください、待って、やばい、ごめんなさい、なんかち
大丈夫です、すいません事故怖い、なんかずれてる、ごめんね、アクシデント、大丈夫です、ありがとう、ごめんなさい、お騒がせ。じゃあ気を取り直して続けに行きたいと思います。なんかさ、いやこれ以上触ったら怖い。じゃあ続いていきますね。杉山さんありがとうございます、初選抜おめでとう、ありがとう、新曲とっても楽しみ。えちょっと待って、なんかめっちゃずれてきて、ありがとうございます、これでずれない、ありがとうございます本当に。じゃあ気を取り直してすいません、気取り直しすぎだけど、杉山さんありがとうございます、杉山さんね嬉しい、新曲たくさん声積んじゃった、たくさん聴いてくれると嬉しいです、杉山さん、これから会いに来てください、杉山さんに会えるととても楽しみにしてます、ありがとう杉山さん、杉山さん続いて、あワイプさんようやく掴んだ、初選抜おめでとう、レミタンがこれからもずっと選抜でいられるよう全力で応援するし、レミタンも気合い入れて頑張ってね、ありがとうワイプさん、ワイプさんってすごいすごいんですよマジで、オンラインお話し会の時に後ろにモニターみたいなのがあって、そこにめっちゃレミの画像を写してくれたりとか、生写真とかサインバーって壁一面に貼ってあって、それマジですごいって思っていつも見てる、ありがとうワイプさん、これからもその生写真たちが追加されるの楽しみに、密かに楽しみにしてます、マジですごいあれ、今度これからもワイプさん、はい、たくさん思い出作ろうね、ありがとういつも、あれ本当にすごい、あのね、そうモニターの画像も更新されたりしててすごいんだよね、あれ楽しみにしてるね、明日もありがとう、明日もよろしくね、続いてマロさん、ゆみちゃん初めておめでとう、選ばれた瞬間本当に嬉しかったです、声積んじゃったではそのキレのあるダンスと表現力が輝いてまして、これからもその輝きましてますますますたくさんのファンを魅了してください、ありがとうマロさん、マロさんのマロさんってめっちゃ 小動物みたいな顔してるありがとうねマロさん、嬉しい、これからもたくさん会いに来てください、小動物のお顔キュルってしてるありがとうマロさん、これからもたくさん会いに来てね、続いて、あ、ソラくん、オスオス、レミちゃんセンバツのやつはついに来たね、徳永の時代が、レミちゃん好きになってからずっとセンバツに選ばれてほしいなって思ったから、思いよったから今回のセンバツ発表本当に嬉しかった、ありがとうオス、ソラくん、ソラくんは福岡からいつも来てくれてて、めっちゃね髪がねいいんだよね、テンパすごい綺麗なテンパしてる、オスっていつも言ってるね、オス、あー嬉しい、博多ね、福岡のファンミ来てね、オスって、博多で集合しよう、ありがとうそらくん、いつもこれからも会いに来てね、ね嬉しい、この前お話し会でもねお話できてとっても嬉しかった、オスって、帽子がとっても似合うそらくん、ありがとう、続いてん、ナッカーさん、ナッカーさんありがとうございます、見てくれてるかな、ナッカーさんはお仕事をいつもめちゃめちゃ頑張ってる、大変そうだけどでも体に気をつけて無理せずにお仕事頑張って、エミにも会いに来てくださいありがとうございます、ナッカーさんまた応援してるよ、続いてノブさんありがとう、嬉しい、ノブさん最近ねよく会うようになって、初選抜おめでとう、とっても綺麗なレミちゃんが大好きです、応援しています、さんありがとうノブさん、嬉しいです、これからも、この前もねチェキ取ったし嬉しかった、ありがとう、明日待ってるね、ありがとうノブさん、これからもよろしくね、ありがとう、続いてタケタケ、レミ選抜おめでとうありがとう、私が買うと思わなかったやろ、さすがに買うわ、いつもタイヤにシンプルに好き、おもろ、タケ
タケありがとうね。タケめっちゃおもろい。タケいつもタイアリだよ。いつもたくさんリミのことを褒めてくれてありがとうね。 DD めちゃめちゃ DD のも知ってるからね。これからもリミのところ会いに来てね。ありがとうタケ、これからも思い出作ろうね。ありがとうねタケ。あとミッチさん、ミッチさんありがとう。2部と1部どっちも嬉しい。みーちちゃんの笑顔がとっても大好きなので、これからも笑顔いっぱいで会いに来てください。ありがとう、とみーちさんありがとう、いつも。続いて、ひろたかさん、りんちゃん選抜おめでとう、アイドルになってくれてありがとう、イケビになってくれてありがとう、ずっと応援してるよ、ありがとう。ひろたかさん、ひろたかさんね、嬉しい。たくさんいつも劇場当たる日楽しみにしてるよ。ひろたかさんがいつも握手会とかたくさん会いに来てくれてありがとう。これからもよろしくね。あ、ありがとう。ひろたかさん。続いて、トントンさん。レミタン久しぶりです。香港のファンです。ありがとうございます。初選抜おめでとう。ありがとう。レミタンが選抜に入ることを願う。去年言いました。ありがとうね。これからもよろしくお願いします。トントンさん。トントン。トントン、かわいい。ありがとう、トントンさん。香港からありがとうございます。宣言、願う、去年言ったことを実現できて、レイも嬉しいです。これからも実現、いろんなこと実現させていこうね。ありがとう、トントンさん。続いて、あ、ポンポンモンセガさん、さっきぶり。先月久しぶりに公園のレミタ見て、公園のレミタが好きになった。レミタのパフォーマンスが大好きなので、これからもたくさん公園でね。ありがとうね、ポンポンモンセガさん。嬉しい、そう言ってくれてても嬉しい。そう、ポンポンモンスラさんはたくさんね、見つけてからたくさん会いに来てくれたり、言ってもこれからもよろしくお願いします。公演もレミたくさん出たいので、その時は当ててください。ありがとう、ポンポンモンスラさん、ありがとうね。続いて、あ、マー君、記念すべき初選抜のシングル、今年の夏はワクワクが止まんないね。これからも楽しい時間を共有していきたいな。ありがとう、マー君。マー君がこの前チェキ取りに来てくれたんだけど、その時にお寿司くれましたお寿司のキーホルダーくれた。ありがとう、大事に取ってますお寿司。ありがとう、マー君、富山から。ありがとうね、これからもたくさん思い出作ろうね、マー君、ありがとう。続いて、あ、マスともさん、選抜メンバーのレミタン、こんばんは。こんばんは。記念すべき初のリムスター、思い切り楽しんでね。サイン届いたら額に入れて飾ったりしようか悩み中悩み中なんだ。ぜひ飾ってください、マサトモさん。嬉しい、ありがとう。マサトモさん公演来てくれた、ごめん、楽しむね、ありがとう。これからもこれぜひ額縁に入れてください、届いたらありがとう。サイン大切にしてね、ありがとう、マサトモさん。続いて、ダイモスさん、レミタン初選抜おめでとう、ありがとう。パフォーマンスがどんどん良くなってます、ありがとう。ダイモスさん、え、嬉しい。なんかあのパフォーマンス褒められるのすごく嬉しいので、これからも良くなったらたくさん褒めてください。ダイモスさんありがとうございます。これから劇場にも遊びに来てね、ありがとう、ダイモスさん。続いて、あ、ヤマトモさん、さっきぶりだね。選抜にみたいにいるのがすごく嬉しい、サインも届くの楽しみにしてます、ありがとう。ヤマトモさん、ヤマトモさんありがとうございます、嬉しい。なんでさ、山だけ漢字なのかめっちゃ気になる。ありがとう、ヤマトモさん、サイン届くの楽しみにしててください、ありがとね。あ、続いて、ケンさん、 HKありがとう。鳥取に旅行楽しく、嬉しい。そう、あの、そう、この前ケンさんが鳥取でめっちゃレミ活してくれてた。小山形駅とか行ってたよね。ありがとう、お話し会もたくさん、握手会も会いに来てくれてありがとうね。いつもこれからも会えるの楽しみにしてます。鳥取もまた行ってね、ありがとう。ケンさん、まさゆみさん、ありがとう。さっきぶり、レイの CD って言えるのがいいね。たくさんの人に聞いてもらって、多くの人にレミの魅力を知ってもらえたらいいな。また握手会で会いましょう。ありがとう、まさゆみさん。
ね、嬉しい、実感だよね。ありがとう。たくさんの人に魅力してもらえるように頑張ります。たくさん握手会でもお話ししようね。ありがとう、まさふみさん、ありがとう。続いて、あ、いささん、レミ、安選抜おめでとう。スンズワスアップで真剣に思いを話すレミちゃんも、ビバースではっちゃけてるレミちゃんもとても素敵です。選抜楽しんでるの見れて嬉しい。ありがとう、ありがとうね、いささん。はっちゃけてる、はっちゃけ、楽しい、そう、嬉しい、そう言ってくれて。いろんなね、ギャップを見せれるようにこれからも楽しんでもらえるように頑張るので、これからもいささん応援してください。ありがとう。今度はレミだけだったね。レミタムって絶対呼んでね。ありがとう、いささん。続いて、ライオンハヤトくん、ハヤト、ありがとう、ライオンハヤトさん。レミタム初選抜おめでとう、やっとやっとね、ありがとう。頑張る、選抜常連になれるように。あ、恋のぼり当たった、あのライン、あのラインしなくて劇場のね、ライオンハヤト、ライオンハヤトさん、ありがとうね。最近会えてないけど元気ですか？また会えるの楽しみにしてます。会いに来てください、待ってます、頑張ります。ありがとう。お、みつきくん、みつきくん、メッセージ忘れたって言ってた。ありがとう、みつきくん、いつも優しい言葉たくさんかけて、いつもさ、レミのこと、レミちゃん、レミだから名前、よろしくね。そろそろ、そろそろレミのいる公演を当ててください。よろしくお願いします。みつきくん、いつもありがとう。これからもたくさんお話ししようね。ありがとう、みつきくん。続いて、ポンちゃん、さっきぶり、初レミスターおめでとう。2014年になり、いろんな偶然や必然が重なってレミタンをお世話になりましたが、今回シングルでミドル選抜入り、ありがとう。選抜ね、いつも言ってくれてありがとうね、ボンちゃん。ね、本当にいろんなね、偶然とか必然がね、重なってたくさん嬉しかったです。押してくれるようになってくれてありがとう。これからもレミ沼にどんどんハマってください。ありがとう、ボンちゃん、いつもありがとうね、褒めてくれて。あ、これこれからも可愛い写真やらビーバースたくさん送ってね。地元の写真も待ってます。ありがとう、カレー、さっきぶり。カレー、なんでカレー、カレー好きなの？カレー、地元の写真送ります。大山大好きなんで、大山行ったら送ったりしますね。カレーも大山の写真撮ってください。ありがとう、カレー、会えるの楽しみにしてるよ。続いて、たぬきさん、妹がつけてくれたあの名で来てみました。あ、わた、わたです、ありがとう、わたね、同じ誕生日、嬉しい。たぬき、わた、妹いるんだ、かわいい。たぬき、なんでたぬきなんだろう。ありがとう、わた、たぬき、妹さんにもよろしくお伝えください。ありがとう、これからも同じ誕生日同士仲良くしようね。ありがとう、たぬき。続いて、めちゃめちゃぎしゅさん、めちゃぎしゅさん、すごい素敵なあだ名、めちゃぎしゅさん、ありがとうございます。初めて聞く名前ですね。ありがとうございます、来てくれて。めちゃぎしゅさん見てますか、めちゃぎしゅさん、ありがとう。レミのレミスター、レミスレミスター申し込んでくれて、また会えるの楽しみにしてます。めちゃぎしゅさん、ありがとう。続いて、ゆうすけ、ゆうすけさん、ゆうすけさん、ゆうすけさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、嬉しい。ゆうすけさん、レミスターって、ゆうすけさん、ありがとうございます。応募してくれてありがとう。サイン大事に、あの、家宝にしてください、ぜひ。強制家宝、ありがとうね、ゆうすけさん。これからたくさんお話ししましょう、待ってるよ。続いて、あ、ちひろちゃん、レイタン初選抜本当におめでとう。顔強でいつもキラキラをくれて大好きだよ、ちひろちゃん。ちひろちゃんマジでまつげバッサバサで可愛い。いつも会いに来てくれてる時
なんか松江くごって時が多いよね。千尋ちゃんありがとう。いつも劇場もねこれからたくさん会うね。嬉しい、キラキラくれて、こちらこそいつもありがとう、大好きだよ千尋ちゃん。続いてライくん、選抜おめでとう、ありがとう。次も選抜になれるように頑張ってね。ありがとう、頑張るね、大好きくん。え2人ぐらいいるんだけど、第3にしとこう。ありがとう、嬉しい。次も選抜に入れるように頑張りたいと思います。これからも応援よろしくね、第3。また会いに来てね、ありがとう。続いてたくさん、エミタン選抜おめでとう。いつも明るい姿に疲れが洗い流されたことが一番リードではない、ありがとう。わかるかな、行きたい。いつかの公演絶対当たることを信じてる。今しんあの楽しみにたくさん来ることを待ってるので、ぜひ当たってください。いつもたくさん一生懸命、日本語マジで上手、たくさんありがとう。たくさんこれからもいっぱい思い出作ろうね、いつもありがとう。たくさん絶対当たることを祈ってます。一生続いてる、あともちゃん、レミタン初末おめでとう。そしていつも楽しませてくれてありがとう。レミタンからの愛情いつもいっぱいもらってるので、私からもっともっと愛情してくれてる。もうずっと大好きだよ、徳永最高ラブ、ありがとう。ともちゃん、ともちゃんありがとうね、徳永最高って言ってくれて。ともちゃんかわいい、ともちゃんねこの前来てくれた、ともちゃんありがとう。これからもたくさん会いに来てね、嬉しい。ともちゃん続いてヒロさん、ヒロさんありがとうございます。ヒロさん嬉しい、ヒロさんありがとう。レミスタ申し込んでくれて、ヒロさんこれからもたくさん思い出作りましょう一緒に。これからもめっちゃこれからもってありがとう、ヒロさん。次、シューちゃん選抜メンバー入りおめでとう、ありがとう。次はセンターを目指して頑張ってください、ありがとう。シューちゃん嬉しい、ありがとうございます。センターを目指して頑張ります、ありがとう。シューちゃんたくさん話そうね、ありがとうね。続いてみかんちゃん、お話し会とか劇場とかイベントでいつもみかんちゃんってニカニカの映画で呼んでくる姿かわいい、キュンキュンしてます。みかんちゃーん、みかんちゃんありがとう、いつも2度目ありがとう。みかんちゃん大好きだよ、これからもたくさんみかんちゃんって呼ぶね、ありがとう。こちらこそいつもありがとう、会いに来てね、たくさんありがとう。続いて島田和幸さん、明日の握手会行きますがすでに緊張して震えてます。握手できずに逃げ出すかも逃げ出さないでくださいね、絶対に逃げ出しちゃダメだよ、緊張。でも嬉しい、なんかそんなにレミに緊張してくれるなんて、ありがとうね。絶対逃げ出さないでね、逃げ出さないで、明日の握手会絶対楽しもう。緊張してもいいけど、いい緊張感で挑んでください。ありがとう、島田和幸さん、ありがとう。続いて上田さん、ありがとう。改めて選抜おめでとうございます、ありがとうございます。選抜の景色はどうですか、まだまだ発展途上のレミタン、これからもよろしくお願いします、ありがとう。選抜の景色はとてもね、なんか今まで見れなかった景色がたくさん見れて、まだ幸せです。これからもっともっといろんな景色も見ていけるように頑張るので、これからもよろしくお願いします。オレンジがトレードマークの上田さん、ありがとう。続いて一郎さん、これからもずっと応援してます、嬉しい。一郎さんありがとう。一郎さんこれからもずっと応援してください。一郎さん思い出いっぱい作ろうね、嬉しい、ありがとう。一郎さん見てるかな。続いてジャンさん、選抜おめでとうございます、陰ながら応援してます。陰ながらですか、ジャンさん。陰ながらじゃなくても堂々とぜひ
リミのこと応援してください。ジャンさんありがとう。これからも堂々と応援してください。またね。ありがとう。続いて JF さんありがとう。初山水入りおめでとう。ありがとう JF さん。ありがとうございます。 JF さんありがとう。これからもたくさん思い出作りましょう一緒に。 JF さんまた会いに来てね。ありがとう。ああありがとう。コメントしてくれてる。ありがとうね。続いて椎名さん、初選抜初入りミスター誠におめでとうございます。心よりお祝い申し上げます。今度握手会、嬉しい。椎名さんありがとう。誠にありがとうございます。嬉しい。心よりありがとうございます。司会待ってるね。たくさんお話ししようね。ありがとう椎名さん。これからも待ってます。ありがとう。続いてまさまささん、れいちゃんつまちゃんおめでとう。最近急激にれみちゃんの魅力に引き込まれてます。明日も行くね。ありがとう。まさまささん福岡にいるまさまささん、ありがとう。福岡から明日来てくれるのね。ありがとう。まさまささんとお話しできるのとっても楽しみに待ってます。気をつけてきてね。ありがとう。まさまささん続いて、うん、ももちゃんいつも絶対絶対幸せにしてくれるみちゃん、ほんまに天才はい大天才だ。これからも激おもにラビューかわいい。激おものももちゃんが大好きだからね。ラビューラビドッキュン、何ラビューラビドッキュンって初めて聞いた。ありがとう。激おもほんまに天才、ほんまに天才で、ありがとうね。これからも大天才で行かせてもらいます。ありがとう。激おもなももちゃん大好きだよ。ありがとうね、ももちゃん。すごいたくさん、すごいメリオも来た、おもろい。続いて、ねまさん、劇場でいつも見つけてくれてありがとう。これからもよろしくね。かわいいメッセージ。ねまさん、ありがとう。さっきぶりですね、ねまさん。マスさんのマジでさっきずっと言ってるけど、マジでデマスさんのメガネみんな見てみて。デマスさんにあったメガネを見てほしいぐらい、多分絶対見たことないメガネしてるからいいんです。それがありがとうね。デマスさんこれからもよろしく。続いてテルちゃんぐ秋広さん、初選抜サドリームスターおめでとうございます。見たのこれからの活躍を楽しみにしてます。握手会議場公演でたくさん会いに行きます。ありがとう。てるちゃんぐちゃんぐ、ありがとう。てるちゃんぐさあ、たくさんあのリバースでね、日常のことをたくさん教えてくれる。だからね、知ってますよ。ありがとう、てるちゃんぐ。いつもこれからもよろしくね。隊長会いに来てください。待ってます、てるちゃんぐのこと。ありがとう。続いて、あ、クリスタルの太陽、いい初選抜おめでとう。ありがとう。 AKB でレミを初めて私の楽器をしっかり覚えてくれたの、本当ありがとう。一押し、嬉しいです。そう言ってくれてありがとう。クリスタルの太陽さん、最近会えてないね。元気してますか。あの待って、台湾元気してるかな。嬉しい。一押しって言ってくれて嬉しい。楽しになれるように頑張りますありがとう。いつもクリスタン、タイヤンさんね、鳥取も来てくれて嬉しかった。うちわもね、見つけたよあの時。ありがとうね。これからも待ってるよ。ありがとう。続いて、あ、山ちゃん、ゆみちゃん選抜嬉しいね。いろいろなシーンで選抜として登場するであろうゆみちゃんの姿を想像しただけで熱いものずっと泣いてるやん。山ちゃん泣きすぎね。ずっと泣いてるよ。また泣きそうって書いてある。いつもたくさん愛がある。ありがとうね、応援してくれて。なんか明日も泣いていいんだからねありがとう。コメントもいつも泣いてくれてありがとう。これからもよろしくね。ありがとう山ちゃん。続いて原田さん、あ、原田さんだ。
レイミちゃん、今月に出たの選抜おめでとう。おめでとう、クールで凛々しい歌声がいつも心に響いてます。コメントはいつもヘアスタイルで楽しくて、今日はどんなヘアスタイルの、今日はめちゃめちゃストレート。原田さん、原田さんのね、褒めちぎり具合がすごい嬉しいんだよね、いつも。ありがとう。響かせれるように頑張りますね、原田さんの心に。ありがとう、いつも。ピュレミ。ありがとう。で、あ、ミスさん、レミちゃん、選抜おめでとう。これからもずっとレミちゃん激推しです。ありがとう、ミスさん。いつもオンラインでね、そのレミグッズ、嬉しい。また、あのね、公演とかも遊びに来てください。握手会も直接会えることを楽しみに待ってるね、ミスさん。いつもありがとう。同じ誕生日だよね。嬉しい。ありがとう。あー、つかさちゃん、選抜おめでとう。レミちゃんのニコニコ笑顔が大好きです。このシングルでレミちゃんと仲良くなるのが私の目標。たくさん思い出作りたい。ありがとう、つかさちゃん。つかさちゃんはめっちゃお姉さんって感じ、うん、超お姉さん、めっちゃ可愛い。この前も劇場来てくれたりとか、お話し会も来てくれた。ありがとうね、つかさちゃん。嬉しい。つかさちゃんに会えてレミは幸せだよ。これからもたくさん、絶対に仲良くなろうね。目標達成するからね、よろしく。ありがとう、めっちゃ綺麗なお姉さん。続いてリュウジさん、初選抜おめでとう。サインありがとう。ありがとう、こちらこそ。すごいちょ、いいね、語呂がいい。ありがとう、リュウジさん。初選抜ありがとう。初サインですか。ありがとうございます。ぜひこちらのサイン大切に、あの、家宝にしてください。初サインありがとう、リュウジさん。また会えるの楽しみにしてるよ。ありがとう。続いてプチさん、初選抜おめでとう。ありがとう。チームと愛媛ツアーでお披露目から押し続けて、そして念願の選抜入り、とても嬉しかった。ありがとう、プチさん。ありがとう、いつもお披露目から見てくれて、そして今もずっと応援してくれて、本当にプチさん、ありがとう。会いに来てくれて、これからも とってもたくさん、とっても思い出作れる、楽しみにしてます。ありがとう、プチさん。続いてカモちゃん、初選抜おめでとうございます。これからも全力で応援してます。ありがとうございます。嬉しい。カモちゃん、カモちゃんね、カモちゃんね、あのレミの大きいバレンタイングッズのなんかめっちゃ大きいやつあったじゃないですか。あれをね、ずっとお家に飾ってくれてる。かもちゃん、うちおもちゃ可愛い。ありがとう、かもちゃん、いつもありがとう。これからもよろしくです、かもちゃん。あ、続いてありちゃん、初めておめでとう。すいません、最年少はかなり注目する。コメントを用意してりっちゃんおもろい。りっちゃんもさ、りっちゃんもさ、りっちゃんおもろいんだよな。りっちゃんはね、すごいいつも背景、お家がすごいんだよね。リちゃん、ありがとう。これからもお互い、あ、アワビのお寿司が好きなんだよね。お互い真剣に話そうね。ありがとう、リちゃん。続いて、あ、チョコミント党のトモノブさん、一撃心中で劇場公演に続き、納涼祭にも行くことになった。嬉しい。納涼祭、チョコミント、チョコミント好きなの。これってさ、この前握手会来てくれた方違う？チョコミント党って言ってたよね。違うかな、合ってるかな。ありがとう、納涼祭でも会えるの楽しみにしてます。チョコミント党の友信さん、ありがとう。これからもたくさん会いに来てね。納涼祭だけじゃなくて握手会とかも待ってるだよ。ありがとうね。続いてもかじさん、念願の初選抜おめでとう。選抜発表の時は本当に嬉しかった。ありがとう、もかじさん。もかじ、もかじさん、嬉しい、そう言ってくれてありがとう。嬉しい。ああ、ありがとう、大事にするよ。ありがとうね。ぜひ家宝にしてください、こちら。ありがとう、もかじさん、コメントもしてくださって、これから会えるの楽しみにしてます。ありがとう。続いて、あ、オニオンナイトさん、つばつめとずっとギャルでいてください。ハッシュタグとは、ハッシュタグとはって何。ニオンナイトさん、嬉しい。あの、ウィバースでめっちゃコメントしてくれてるよね。
ハッシュタグとはって何ですか？見てくるかな。ありがとう、オニオンナイトさん。これからのビバースのコメント楽しみに待ってるね。握手会とかお話し会も待ってます。ありがとう、オニオンナイトさん。続いてウィルソンさん。ウィルソンさん、ありがとう。ウィルソンさん見てる？間違えた。ウィルソン、ウィルソンさん、ありがとうございます。嬉しい、聞いたことあるお名前。ありがとう。ああ見てくれてる、ありがとう。コメント、これからもたくさん思い出作ろうね一緒に。ありがとう、ウィルソンさん。続いてかごやん、全部おめでとう。これからも目見られてます。そんなに面白い。かごやんはいつも握手会とか、あの日常のミュークめっちゃ目見開いてるんだけど、めっちゃそれがおもろいんだよ。ありがとう。目見開き対決開催しようね、これからも。ありがとう、かごやん。見てるかな、ありがとうね。続いて石田さん、やってね、初ジャケさん、ありがとうございます。米子から愛を込めて。ああ石田つとみさん、めっちゃ本名、嬉しい、ありがとう。石田さん初ジャケ、初ジャケサインです。こちら大切にしてください。鳥取から、ありがとうね、嬉しい。同じ鳥取、イエーイ鳥取ラブ、ありがとう。続いて大橋真嗣さん、ありがとう。リミター改めて選抜おめでとう、ありがとう。そして初のオンラインサイン会、リミスターどうですか、楽しんでできてますか。ありがとう大橋さん。大橋さんの元気な、めっちゃ元気だよねいつも、めっちゃリミターって言ってる。あの握手会でね、鍵焼きを狙ってる大橋さん、ありがとう。これからもたくさん待ってるよ大橋さん。大橋さんありがとう、明日もう待ってるね、握手会。ありがとう、大橋さん。続いて、あ、ダブル流星。初選抜ですから、ゆみちゃんのポテンシャル、こんなものじゃないです。ありがとう。何、あっちの方の片隅から、どういうこと、遠すぎないあっちの方の片隅って。ダブル流星。最近たくさんね、仲良くなれて嬉しいよ、ダブル流星と。ダブル流星のうちわの裏がね、めっちゃおもろいんだよね。これになってびっくりした、あれ。ありがとうダブル流星。あの片隅じゃなくて普通に応援してくださーい。ありがとう。続いて、あ、みわちゃん、選抜おめでとうございます。ありがとうございます。選抜として活躍してるりんちゃん、見てる今幸せいっぱいです。ありがとう、みわちゃん。みわちゃん最近さ来てない、会ってないね。みわちゃんのめっちゃ元気な姿が大好きだから、これからもそうキャーってなってる、キャーってなってる。みわちゃんからたくさん会いに来てね。ありがとうみわちゃん、お仕事頑張ってね、無理しないでね。ありがとう。続いてラスカールさん、 X で可愛い宣伝ポストあったからポチってしまってすいません、謝らないでください。ありがとうございます、ラスカールさん、嬉しい。宣伝ポストでポチってくれてありがとう。これからもたくさん握手会とかお話し会もぜひポチってください。ラスカールさん、ありがとう。続いてたかしさん、レミタン選抜おめでとうございます。ありがとうございます。初めてレミタンのサイン会申し込みました。これからもレミタンをしていくのでよろしくお願いします。たかしさんありがとう、嬉しい。初めてのレミタン、じゃあ初サインってことか。ありがとう、初サイン。たかしさん記念すべき、あ、明日明後日握手会よろしくね。こちらこそよろしくお願いします。初サインありがとう、これからもレミ推しでよろしくね。ありがとう高橋さん、コメントもありがとう。続いて、あ、ゆうさん、リミスタ、リミスター選抜おめでとう。ありがとう、これからもよろしくね。こちらこそ、ゆうさん、ゆうさん、この前劇場で会ったね、嬉しい。いつもすごい面白いコメントありがとう。これからもゆうさんに会えるの楽しみに待ってます。ありがとうゆうさん。続いて、あ、こんちゃん、
初選抜おめでとう、これからも頑張ってね、ずっと応援してるよ、ありがとう、こんちゃん嬉しい、ずっと応援してるよコメント、こんちゃん、こんちゃんありがとうございます。あ、こんちゃんありがとう、これからもずっとレミをしていてください、約束ありがとうね、これからもよろしくね、こんちゃん。続いて、あ、せいじさん、初選抜おめでとう、ありがとう、チームメイト時代から応援してきてよかった、目指せセンター、ありがとうございます、チームメイト時代から、せいじさん、せいじさん、これからもたくさん応援してください、目指せセンター、センター目指して頑張ります、せいじさんもたくさん会いに来てください、またね、ありがとう、せいじさん。お、続いてタートシさん、初選抜おめ、みんなから愛される素敵なアイドルになりますように、忘れないでね、タートシさんありがとうございます、嬉しい、タートシさん忘れませんよ、なのでリミのことも忘れないでね、ありがとう、明日、 ありがとうね、明日もよろしく、こちらこそ、タートシさん見えてるからね、しっかりありがとう、いつもこれからもよろしくね、明日もよろしく、ありがとう。続いて、あ、バードさんありがとう、一部について登場です、ありがとうございます、きっとニコニコ笑いながら随意してるんだろうな、ありがとうバードさん、いつもありがとうございます、また違った私の宝物、確かにね、違うよね、お話し会のサインとはまた違った、サインの宝物になってください、ありがとう、いつもバードさん、ありがとう、コメントも。続いてブースさん、リミタの笑顔が大好きです、ありがとう、さっきもね来てくれてたよね、ブースさんありがとう、リミタの笑顔が大好き、ありがとう、これからもたくさん笑顔好きって言ってもらえるようにたくさん笑います、ありがとう、たくさん笑顔見てね、ありがとう。続いてミキちゃん、持ちつ持たれつで頑張ろうね、ありがとうね、ミキちゃん、みきちゃん元気？みきちゃんね、面白い、そう、みきちゃんもさ、公演当ててくださいね、みきちゃん全然公演で見てない、公演当てて、みきちゃんを劇場で見れる日を楽しみにしてます、頑張るね、ありがとう。で、あ、立花さん、選抜おめでとう、レイトのファンがたくさん増えるといいね、立花さんありがとうね、柴田さん最近元気してる？また近況報告聞かせてください、あのね、あの話たくさんしようね、ありがとう、いつもこれからもよろしく、会いに来てね。続いて、あ、セミリー、レミタ大好き、アイドルでいてくれてありがとう、レミタの人生を応援してるよ、ありがとう、優しいサメリー、先ほりサメリーがそう言ってくれて私はとっても幸せだよ、サメリンの笑顔をねこれからも見れるようにレイも頑張るね、あ、明日ニコールと会いに行く、嬉しい、楽しみに待ってるね、2人を見れるの楽しみにしてます、3人でねありがとう、サメリン。続いて、あ、布さん、先ぶり、初選抜おめでとう、ありがとう、レミスタ、レミタ、レミスタって言っちゃった、エイトのレミスタついに来た、やった、嬉しい、ありがとう、布さん先ぶり、ありがとうね、いつもさっきも来てくれて、布さんいつもありがとう、これからもさっきぶり、ありがとう、コメントも登場してくれて、これからもたくさん思い出作りましょう、ありがとうね、これからもよろしく、布さん。続いて YH さん、 YH さんありがとうございます、 YH さん、さっきもいたよね、YH さんありがとうございます、見てくれてるかな、これからもたくさん会いに来てください、ありがとう、あー、リミスタ、あ、メッセージ忘れてた、全然ありがとう、コメントしてくれて、これからもよろしくお願いします、ありがとうね、嬉しい。続いてケンジロウさん、ありがとうございます、応援してます、大阪にも来てください、ケンジロウさん、ケンジロウさん、
大阪ファミもあるのでぜひ来てください。楽しみにしてます。大阪は多いね。ありがとう。大阪でたこ焼きとりくろおじさんが食べたいです。ありがとう健次郎さん。続いてよしさん。よしさん選抜カードを楽しんでね。ニブもレミタンかわいいぞ。かわいいですか。ありがとう、いつもたくさん褒めてくれて。よしさん、よしさんマジで背高い、びっくりする。とってもこんばんは。あーこんばんは。めっちゃ背高よしさん。バレエやってるよしさん、ありがとう。これからもよろしくね。ありがとうよしさん。続いてあスティーブさん、リミ頑張れ、ずっと応援しています、これからも一緒に頑張ろう。スティーブさん久々、元気してる。スティーブさんめっちゃなんかアクスタとか作っててさ、すごい、ずっと応援しててね。これからもこれからも一緒に頑張ろうね、お互い頑張ろうね。ありがとうスティーブさん、ありがとう。いつもこれからもお話ししましょう。ありがとう。続いてワッチーさん、キラキラ、あキラキラアーチャーのワッチー、あのモールついてるね、ね、劇場とかいつも反応してくれるみたいな、いつも元気もらった、ありがとう。ワッチー、ワッチーありがとう。いつもね、かわいい、たくさん持ってるよね、うちは。ワッチーありがとう。これからもたくさんそのキラキラアーチャー見れるのとっても楽しみにしてるよ。ありがとうワッチーさん。これからもそのあのうちわ持って会いに来てください。続いてぬっしーさん、ぬっしー、やっせーばずめとりみたいにとっても範囲にとっても記念すべき大切な一枚になったね、大事に育ってこうね。ありがとうぬっしー、ぬっしーさん、ぬっしーさんめっちゃピンク、めっちゃピンクだし、めっちゃヤッピーって言ってる。ぬっしーさん、ヤッピーヤッピーヤッピー、ありがとうありがとうね。これからもヤッピーで行こうね。ヤッピー嬉しいです、ありがとう。いつもありがとう。続いてあそらくんレミやつえばつめとずっと願ってた思いがやっと実ったね、本当に嬉しいよ。またエモエモの思い出作ろうね。そらくんね、エモい、あのそらくんでしょ。そらくんはずっと応援してくれてて、そらくん今社会人なんだけど、高校生、高校生で黒板の前からお話し会、そう教室でお話し会してくれてる時期もあって、すごいお互いね大人になったねっていう話をいつもしてます。ありがとうそらくん、お仕事頑張ってね、またいろんなお話聞かせてね。ありがとうそらくん。うん、りほちゃん、レミタン、これからもたくさんの思い出が釣れますように。レミタンだけに重症大愛にハート。リホちゃん、リホちゃんありがとうね。リホちゃんめっちゃカチューシャの似合ってるよね、いつも可愛いやのカチューシャ、ありがとう。リホちゃんの愛たくさん受け取ってるよ、ありがとう。リホちゃん可愛い、これからもテンション高めのリホちゃんで待ってるよ。お仕事も頑張ってね、ありがとう。続いてまことさん、ゆみちゃん爪だつおめでとう、ありがとう。 AKB への加入当初から知ってるだけに自分のことにとっても嬉しかった、ありがとう。嬉しいまことさん、ね、叫んのまことさん、ありがとうね。加入当初からずっと応援してくれて今があるのね、これからもたくさんリミのこと見てください。明日の握手会よろしくね、ありがとう。コメントも明日、また明日会おうね、ありがとう。続いてあ、おのこちゃん、おのちゃん笑顔が可愛すぎる、リミちゃん今日も可愛い散髪に入ってより活動方法も広がって会える機会も増えていくかな、ありがとう、ありがとう。こちらこそありがとうの気持ちでいっぱいです。リミちゃん、おのちゃん、おのちゃんの漢字初めて書く、ありがとう。いつもたくさん愛を込めて、リミはほのちゃんの家、レミちゃんが好きなので、これからもたくさんレミちゃんって言ってね、レミちゃんかわいい、あ、土日いけないんだ、そっか、無理せずにまた会いに行ってね、お仕事も無理せず頑張るんだよ、ほのちゃん、ほのかちゃん、たくさんレミちゃんって言ってね、ありがとう。次、あ、ヨウジくん、やっほー、
大会公演の初日を最前で見て気になって握手に行ったのがきっかけで言いますよ。言いますよ、ありがとう。言いますね、登録してくれてた。ありがとうね、ヨウジくん。そう、誰恋、めっちゃ覚えてるヨウジくんね。誰恋の初日で最前座ってて、でそこからね、リミのとこ来てくれるようになって嬉しい。イヴァンス登録してくれてありがとうね。ヨウジくんもそろそろ劇場当ててくださいね。最近ね、握手会とかお話し会でしか会ってないので、ありがとうヨウジくん。あ、日曜の握手待ってるね。ありがとうね、いつも。これからもよろしく。イヴァンス更新してくれたね、ありがとう。あ、続いて、あ、公平、公平くん、なんか言ってた。そう、最近あのこれってこのあの忘れたって言ってた気がする。公平くんありがとう。最近知ってくれた公平くんだよね、ありがとう。めっちゃおもろい。あの友達と二人でレミ推しになってください。ぜひこれからもよろしくお願いします。公平くんありがとう。たくさん思い出作ろうね、これから。レミ推しなんでしょう。もうありがとね、いつもあのコメントくれてありがとう。続いて、あ、ともーくん、初選抜おめでとう。最近はなかなか会いに行けてないけど、お見送りとかで見つけてくれて名前呼んでくれるみたいなです。好きだよ。また会いに行くね。推し変じゃないから。いや、推し変な、推し変した。ともーくん、とも嬉しい。でもリミスト申し込んでくれてありがとう。推し増しで行くかは待ってますね。推し変だから、ありがとう。ともーくんありがとう。忘れないからね、ずっと。これからもたくさん会いに来てね、ありがとう。続いて、あ、やいとー、やいと、いつ面白い、ありがとう。こちらこそ感謝。最近はねみちゃんにとって お仕事と学校の両立も大変な理由だ。 ありがとう、いつもありがとう。これからも応援してます、ありがとうね。やいとー、やいとくん、ありがとう。ご配慮、いえいえ、こちらこそ。でもリミのところに会いに行ってくれて嬉しいですよ、とっても。いつもこちらこそありがとね。これからもたくさん思い出作ろうね、ありがとう。いつもこれからも話しましょう、ありがとう。やいとくん、やいと。続いて、なっかんさん、初選抜おめでとうございます。ありがとうございます。リミちゃんのパフォーマンスが大好きなので、選抜に敗れた時めっちゃ嬉しかったです、ありがとう。ね、本当にありがとう。こちらこそ感謝の気持ちでいっぱいですよ、ナッカーさん、ありがとうね。ナッカーさんの笑顔を見るとこちらまで元気になるので、これからも笑顔いっぱいのナッカーさんでいてください。お仕事も頑張ってね、あ、いつもありがとう。また、あ、ありがとうね、コメントもありがとう。続いて、あ、ももちゃん、ももちゃん大チキ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  大天才レミちゃん、これからもずっと大好き、ずっとレミの問題を愛しかないです、ラブー。すごいってマジでおもろいね、ありがとうね。大チキチキチキで、ありがとう、ももちゃん、たくさんめっちゃ愛、レミちゃん本当にありがとう。愛しかないですよ、こちらこそ。握手会みんな連れてくれるの嬉しい。リミモモが方です。これからもありがとう、いつもたくさん愛を込めて、ビッグラブ。また明日会おうね、ありがとう、たくさんビッグラブ、ありがとう。続いて、お、ミスケ、リミ初選抜おめでとう。これからもたくさんリミをテレビで見れる、楽しみすぎる、ありがとう。あ、アクアビーズ新作ありがとう。ミスケ元気してる、ミスケめっちゃあのアクアビーズが超上手で、あの紫の新衣装コンサートの時の時のアクア衣装をアクアビーズで作ってくれてすごかった。あれめっちゃ可愛かった。新作楽しみにしてるね、ミスケありがとう。これからも劇場も握手会もお話し会もたくさん待ってるよ、いつもありがとうね。大好き、ミスケ、うん、ひろみちゃん、ひろみちゃんメッセージ書き忘れすごい、あ、そういうことね、追加、なるほどね、ありがとう。
2個連続ひろみちゃんだ。ひろみちゃん2枚連続いきますね。ひろみちゃんありがとう、いつも。メッセージ忘れたから追加ありがとう。レミオシ人生楽しくて毎日幸せ、これからもずっとレミミありがとう。ありがとうね、ひろみちゃんいつも2枚ありがとう、追加してくれてありがとう。でもよかった、なんかね忘れてたってさ悲しんでたから無事にリミスターできて、ひろみちゃんのお名前かけてとっても幸せです。これからも大好きだよひろみちゃん、ありがとう、ありがとうね、いつもエビターンって言ってくれて、うんうん、続いて、あ、りょうにいさん選抜おめでとうございます、ありがとうございます。もうすぐ選抜になるよ、なれるよとショールームでずっと言い続けてきたけど、実際選ばれた時は感無量でした、ありがとう。だからもう応援よろしくお願いします。りょうにいさん、りょうにいさんめっちゃこのりょうにいさんっていう名前聞いたことある、いつもありがとう。あ、こんばんは、こんばんは、ありがとうね、りょうにいさん。これからもチャレンジして頑張っていきますので、レミのこと見ててください、ありがとう。いつもたくさん言い続けてくれてありがとうね。これからもりょうにいさんに今日思い出作れるの楽しみにしてます、ありがとう。続いてケンゴッチさん、いつもレミたいに元気もらってます。海外からなので劇場とかにはなかなか行けませんが、選抜になってからテレビで見れる機会が増えたので嬉しいです、ありがとう。ケンゴッチ、海外に行っても好きで行ってくれてありがとうね。そうだね、なかなか会いに、でも嬉しい。そしてそう、テレビにこれからもたくさん出れるように頑張ります、ケンゴッチさんに届くように、ありがとう、いつもこれからもよろしくね、ケンゴッチ、ありがとう。続いてズッチさん、いいちゃん選抜おめでとうございます、ありがとうございます。選抜入りするのを待ち望んでました、テレビでパフォーマンスするレミちゃんを見られたって嬉しいです、ありがとうズッチさん、嬉しい。ズッチさんありがとう、待ち望んでくれて待ってくれててありがとう。これからもテレビでねパフォーマンスできるようにもっともっと向上心持って頑張っていきます、ありがとう。ズッチさんこれからもよろしくね、ありがとう。ズッチさん、あー、ありがとう、コメントサインありがとう。続いて、あ、佐藤ゆうきさん、まずは初選抜本当におめでとうございます。自分はトラックドライバーなのでなかなか優秀に行けませんが、リミタの SNS を見て元気もらってます、ありがとう。トラックドライバー頑張っ、大変だよね、だってさ夜とかも してるよね、このトラックドライバーさんって、よくわかんないけど、佐藤ゆうきさんありがとう。でも劇場に来れないけど気持ちはとても伝わってるので無理せずにお仕事も頑張ってください、ありがとう。佐藤ゆうきさん、お仕事頑張ってね、リミのことも忘れないでくださいありがとう、また会えるのを楽しみにします。すごい、次佐藤続きだ、佐藤孝之さん、びっくりした、同じ名前かと思ったら違う。佐藤孝之さんありがとうございました、ありがとうございました間違えた、佐藤孝之さんありがとうございます、嬉しいね、オンラインとか。この前もさサイン当たってた、ありがとう孝之さん。初選抜おめでとうございます、綺麗な黒髪と輝いてる瞳が大好きです、これからも頑張ってください、佐藤さんスペシャルです、ありがとう。黒髪、あ、今日めっちゃ黒髪感強い、ありがとう、目も好きって言ってくれてありがとうね、これからもたくさん思い出作ろうね、佐藤孝之さんありがとう。続いて、あ、永井さん、お、
暇つぶしに参加した原宿での CD を渡し会から1年ちょっと気づけばどっぷりハマってました。ビリキーじゃないよ、ありがとうね。いつも永井さん見てるかな、さっきコメントしてたよね。永井さんありがとう、いつもね面白い。永井さん、永井さんはいつもたくさんマウントを取ってる。あ、え、こうやった嬉しい。永井さん、なんかさ、いつも同じ話しかしてないけど、それがとっても楽しいので、これからもたくさんお話ししましょう。明日から3日間こちらこそよろしくお願いします。ありがとう、いつもこれからもねよろしくね、頑張るね、まだまだ上に行けるように。永井さんありがとう。はい、続いてイッサさん、テレビで見る機会増えて嬉しいよ。愛車可愛かったし MV もかっこよかったよ、これからも頑張ってね。ありがとう、イッサさん、またまたイッサさんありがとうね、たくさんいつも褒めてくれてありがとう、嬉しい。アーシャ、アーシャかわいいですか、これ、これかわいいこれかわいい。 MV もたくさん見てくれてありがとう、これからもたくさん思い出作っていこうね。いつもありがとうね、本当にたくさん、また会おうね、ありがとう、イッサさん。続いてわたるくん、エミちゃん、選抜おめでとう。この前の公演では最前で初めてリミットを見れて嬉しかったです。これからも兄弟と一緒に応援してますね。そうだよね、最前嬉しい、びっくりした、最前いると思って。わたるくんは双子でね、めっちゃそっくりなの、マジで本当にそっくりすぎてね、そうびっくりするけど、いつも兄弟で会いに来てくれてありがとうね。これからも2人の姿見れるの楽しみにしてるので、劇場もお話し会も握手会もぜひ遊びに来てください。いつもありがとう、これからもよろしくね。ありがとう、わたるくん見てるかな。続いてりほちゃん、改めて選抜おめでとう。明日の握手会も楽しみ、これからも仲良くして、ね、大好き。ありがとう、ありがとうね、これからもこちらこそ仲良くしてね。りほちゃんのいろんなお話がねこの前聞けて嬉しかった。そう、たくさんこれからもりほちゃんのこと、たくさん自分のことたくさんお話ししてください。りほちゃんのこともっと知りたいので、ありがとう、これからも大好きだよ、りも大好きずっと叫んでるのめっちゃおもろいね、ありがとうりほちゃん、ありがとう。続いてりきさん、初選抜おめでとうございます。これからたくさん活躍していけますように願ってます。りきさん、かわいいお名前、いい名前ですね。りきさん、初めて、ありがとう、りきさん見てるかな、ありがとう、嬉しいです。これからも活躍していけるように頑張っていくので、ぜひ近くで見守っててください。ありがとう、りきさん、ありがとうね。続いて、あ、え、ササメイクさん、初選抜おめでとう。高校生最後の夏を楽しみです。またいつかメイクさせて。え、ササメイクさんって、ササメイクさんはブガン坂っていう番組で一緒に出させてもらった、めっちゃメイク上手い方なんですけど、嬉しい、あ、レミ、あ、嬉しい、握手会も待ってます、嬉しいコメントまで。ササメイクさんお久しぶりですね、ありがとうございます。早くあのメイクしてくださいありがとうございます、嬉しいです。レミスター、こちらこそありがとうございます。懐かしいね、オルガン坂のお世話になった方です、ありがとうございます。ソメイクさん、わざわざレミスター。お、ラスト、ラストは萌奈ちゃん、選抜おめでとう。今日も可愛いね、ありがとう。選抜の瞬間はとっても幸せです。これからもよろしくね、ラブ、ありがとう。萌奈ちゃんラスト、嬉しい。萌奈ちゃん可愛い、いつも萌奈ちゃんの分けてる前髪とっても好きだよ。でも前髪ありの萌奈ちゃんも好きですよ。いつも、あ、一押しです。でも最近、ね、この前、ちょっと前まではリミのとこばっかたくさん来てくれてたんですけど、最近いろんなメンバーに行ってる
ディーディー、ぬいぐるみ作ったの楽しみにしてるね、見れるのありがとう。萌菜ちゃんいつもこれからもよろしくね、頑張ってね、いろいろありがとう萌菜ちゃん。はい、以上ミミスター終了しました。ありがとうございます。皆さんラスト終わった、はい、無事に終わってよかったです。皆さん本当にたくさんのコメントだったりとか本当に申し込んでくださった方もすごく嬉しかったですし、本当にたくさん皆さんからの愛を感じることができて幸せいっぱいでした。レミスタレミスタありがとうございます。本当にね、ありがとう。最後まで見てくださった方、一部からずっと見てくださった方もありがとうございます。そして本当にね、これからもっともっとそう、何回もリミスタできるように頑張っていくので、夏選抜こいつんじゃったの期間本格的にねこれから始まっていくので、ぜひ皆さんこれからも末永く応援してくださったら嬉しいです。ありがとうレミスタ、レミスタいっぱい皆さんありがとうね。本当に皆さんの愛ビッグラブって感じで大好きなので、明日も握手会でね来れない方ももちろん、あのね、在宅お家から応援してくださってる方の思いも本当にたくさん届いててありがとうございます。ではランキング読みます。13位つかさちゃんありがとう。12位たかしさんありがとう。11位あるまさとりやさんありがとうございます。10位おはようさんありがとうございます。きやまちゃんありがとう。8位みずれみぐみさんありがとう。7位ちさちゃんありがとう。6位マックさんありがとうございます。5位ようじくんありがとう。4位島田和幸さんありがとうございます。3位たくさんありがとう。2位永井さんありがとう。1位ブースさんありがとう。皆さん本当にありがとうございます。それではスクショしよっかな。スクショタイム最後のので当てなしのこれで、選抜記念日です。ありがとう。なんかありがとうございます。大丈夫かな、リクエストなんかありますか、なんかな。ありがとうございます。本当に皆さん1部も2部もありがとうございました。また明日握手会もあるのでゆっくり休んでください。本当にね、記念すべき選抜リミスタとても皆さんのおかげで楽しかったです。ありがとう、たくさんコメントもメッセージも申し込みもこれからもよろしく、徳永レミの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。またね、ありがとう、またねー。